はい、皆さんこんにちは、ムーンです。スランとマクヘルの謎のストーリー続きやっていこうと思います。それでは次へ進みます。よく一寸先は闇と思いますが、先のことはわからないものです。気持ちよい音楽に耳を傾けていた彼に降りかかった災難とは。はい、じゃあ今回は音楽が止まったらって話です。彼はただ音楽を聴いていた。すると何の前触れもなく突然音楽が止まり、次の瞬間彼は死んでいた。なぜ？ほう、強烈な話。はい、こんな短文ですけれども、シークレットワードが3つあるんですね。じゃあね、やっていこうと思います。ちょっとね、外がね、今子供がわわわわ騒いでてですね、ちょっと収録してて、なんか声が入ってしまってたら、ちょっとごめんなさい。彼はただ音楽を聴いていた。じゃあ彼は音楽が止まったため死んでしまったんでしょうか。音楽が止まる前に移動すれば助かっていました。移動。彼の他に誰か音楽を聴いていたんでしょうか。はい、複数の男女が楽しげに音楽を聴いていました。他に誰か死んでしまったんでしょうか。いいえ。ほら、彼だけ。彼が死んだ原因は病死だったんでしょうか。いいえ。違うんですね。ちょっとここの原因全部当てはまるのかな。死んだ原因。銃殺？いいえ。違うんだ。圧殺？あ、そうなの？音楽が止まると同時に巨大な何かに押しつぶされました。巨大な何か。隕石ってなんだ。何お尻って。あ、まさかのお尻。はい、その通り。巨大な何かとは人間のお尻でした。音楽。音楽が聞こえていた場所は広かったんでしょうか。はい、そこには彼の他に男女6人が走り回っていました。走り回ってる。音楽が止まったのは何かの合図だった。あー、なんか分かった気がする。はい、そこであるゲームが行われていました。小さい頃やりましたよね。ゲームっていうのは、の人、まあ6人いて全員が参加してたんでしょうかね。6名の人間がゲームを楽しんでいました。ゲーム、道具か。丸い、まあ道具かな。あ、そうだよね、椅子かな。それで、はい、椅子を使います。椅子。
ストリーゲームだよねきっと。はいはい、複数の人間がイストリーゲームをしていました。ほう、外国でもあるのかなイストリーゲーム。ちょっと書いといてみようか。はい、音楽は何のために流れていた。ゲームのためですね。彼の死因は圧死ですよね。音楽が止まった時、彼の耳に襲いかかったものはお尻。彼が音楽を聴いていた場所は椅子の上。椅子の上ってこと。彼は何者。あー、そっか、そういうことか。人間ではない。で、お尻に踏みつぶされたってなると、ちっちゃい妖精って虫かな。これでどう。あ、合ってる。正しいようです。そうだよね、人間お尻で圧死するってなかなか相当なシチュエーションじゃない限りないような気がする。じゃあ解説いこう。そこでは楽しげな音楽が流れ、数人の男女がゲームに興じていた。彼はそんなこととはつゆ知らず、じっと音楽に耳を澄ましていた。音楽が止まると、彼の目の前に巨大なお尻が近づいてきて、プチッ。そこでは椅子取りゲームが行われ、彼は椅子に止まっていた小さな虫だった。っていうお話ですね。なるほど、そっかそっか、そういうことか。はぁ、ヤギの次は虫ですね。椅子先は闇とは関西地方のいろはがるたの1番目です。関東だと犬も歩けば棒に当たるが1番目。これは犬がぼんやり歩いていて棒で殴られることですね。なんと言いますか、気をつけて生きていきましょう。そうだね、何があるか分かんないからね。じゃあ今回はここで終了にしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。パソコンからご覧になっている方はチャンネル登録はこちらサブスクライブと書いてあるところにリンクが貼ってありますので、そちらから登録をお願いいたします。スマートフォンもしくは携帯電話からご覧になっている方は、現在ご覧いただいているページにチャンネル登録ボタンがあると思いますので、そちらから登録をお願いいたします。これからも楽しい動画をバンバンアップしていきたいと思っておりますので、何卒よろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。